今よりもっと楽にスピードを出して走れるようになりたいな。今よりももっと足を疲れずに走れるようになりたいな。そのようなもっとスピードアップをしたい、もっと疲れない走り方をしたいランナーのあなた、今回は足の疲労少なくスピードが出せる走り方の習得方法をご紹介させていただきます。どうもランニング整体師ゆうじろうです。僕がランニングのご指導をさせていただいたり、街の走っているランナーさんを見るとき、どこを見るかというと、必ず地面を押す足だけでなく反対の前に振り出す足も見ます。なぜここを見るかというと、足が疲れやすかったり、なかなかスピードが出せないランナーの方は地面を押す足だけ意識して走ってしまっています。確かに地面を強く押すことで強い反発が得られ、より前に速く進むことができるんですが、地面を強く押す分、地面を押す足は疲労しやすくなってしまいます。ただこの反対の振り出す足、この振り出す足を使って前に進む感覚が得られると、地面を強く押さなくてもより楽にスピードを出して走れるようになります。さらに地面を強く押さない分、足の疲労少なく走ることができます。この前に振り出す足を活用するためには、大前提として、ももを持ち上げる腸腰筋、ここがしっかりと収縮しやすくなっていること、さらにこの腸腰筋を素早く使うために体幹がしっかりと安定し、腸腰筋が素早く使える能力があること、これらの能力は大前提として必要になります。ですので今回は腸腰筋を働きやすくし、腸腰筋を瞬発的に使えるようになるトレーニング法、そして実際に前に振り出す足が本当に体を前に進めるために使われているか感じるトレーニング法、そして前に振り出す足を走りの中で活用できるようになるトレーニング法、最後に前に振り出す足をうまく活用できている走りとそうでない走りの違い、それらの動画を撮っていますので、ぜひ見ていただければと思います。まずはももを高く持ち上げ、足の持ち上がりやすさを確認してみましょう。椅子に座り、親指を脇腹に差し入れます。体を横に倒します。このまま骨盤を後ろに倒し、骨盤を起こす。この動きを10回行っていきます。1、2、3。反対も同様に行います。親指を入れ、体を横に倒し、1、2、3。仰向けになり、片膝を立てます。膝を横に倒し、おへそから指3本分外側のお腹、ここを立てた両方の指で押し込み、上下に20回マッサージを行っていきます。1、2、3、4、5。膝をさらに持ち上げ、同様に20回マッサージを行っていきます。1、2、3、4、5。反対足も同様に行います。膝を立て、横に倒し、おへそから指3本分外側のお腹、ここを立てた指で上下に20回マッサージを行います。1、2、3、4、5。膝をさらに高く持ち上げ、同様に20回マッサージを行います。1、2、3、4、5。再びももを高く持ち上げると、持ち上がりやすくなっていればうまく行えています。仰向けで両手を頭の後ろに組み、顎を引き、頭と背中を少し浮かせます。両膝を立て、足を持ち上げ、股関節と膝が90度の位置になったら、おへそをへこませ、片足を伸ばし、戻す。反対の足を伸ばし、戻す。この動きをできるだけ素早く50回行っていきます。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これを2セット行いましょう。片足を後ろに引いたまま前に弾んでみましょう。この時どれほどの労力でどれぐらい飛べるか感じながら行ってみてください。次に後ろに引いた足を振り子のように前に振り出しながら前に弾んでみましょう。先ほどよりも楽に遠くに飛べる感覚が得られるはずです。次に後ろに引いた足を膝蹴りをするように前に振り出しながら弾みます。膝を折りたたんで足を前に振り出すと、さらに楽に遠くに飛べる感覚が得られるはずです。それぞれの動きを比較すると、膝を折りたたんで足を前に振り出した時が最も楽に遠くに前に飛べます。足を素早く前に振り出す勢いでスキップを行います。ポイントは地面を押すのではなく、膝蹴りをするように素早く足を前に振り出すことです。うまく行えると、足を前に振り出した際、お尻が前に引っ張られるような感覚が得られます。地面を押して前に弾む意識のスキップ、地面を押す意識のスキップを行うと、足が大きく後ろに伸び、高く飛ぶようなスキップとなりやすいです。比較すると、下の足を前に振り出す勢いを使ったスキップは低空で前に進むようなスキップとなります。一歩一歩足を前に振り出す勢いで前に弾んでみましょう。スキップ同様、タイミングよく素早く足が前に振り出されると、足を前に振り出した際、お尻が前に引かれるような感覚が得られるはずです。地面を押して前に弾む意識のバウンディング、地面を押す意識でバウンディングを行うと、大きく足が後ろに伸び、体が前傾しやすくなります。
比較すると足を前に振り出す勢いを使ったバウンディングは上体は垂直に近く、足は後ろに伸びきりません。これらを行った後、実際に走ってみましょう。足の前の振り出しがうまく活用できると、地面を強く押さなくても足を前に振り出した瞬間、体がぐっと前に進む感覚が得られるはずです。足の振り出しがうまく使えていない走り、地面を押して前に進む感覚が強すぎると、地面を押した後足の前の引き付けが遅くなり、地面を押す力だけで前に進むため足が疲労しやすくなります。比較すると下の振り出す足を活用した走りは、足を前に振り出す時に大きく体が前に進む走りとなります。前に振り出す足の膝が伸びすぎている走り、膝が伸びすぎているほど素早く足を前に振り出しにくくなり、前に振り出す足をうまく活用しにくくなります。下の膝を折りたたんで振り出す足を活用した走りは、足を前に振り出した後より上体が前に運ばれる走りとなります。はい、ということで今回は足の疲労少なくもっと楽にスピードを出して走れるようになる走り方の習得方法をご紹介させていただきました。もし今まで前に振り出す足をうまく活用できていなかった、そもそも意識したことがなかった、そのような方は今回の動画の内容を復習してしっかりと前に振り出す足を活用する感覚がつかめると、今よりも確実に足の疲労少なく楽にスピードを出して走れるようになりますので、ぜひ今回の動画の内容を見返して試していただければと思います。最後にこちらが概要欄にあるゆう先生の公式 LINE 友達追加していただくと、フォーム診断、9割のランニング初心者が体感した1週間で走りが楽になる3つのトレーニング動画、ゆう先生の秘密のランニングコミュニティ、この3つの特典をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にゲットしていただければと思います。また何か動画にしてほしい内容などありましたら、ぜひ下のコメント欄に書いていただければと思います。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいね、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。